にちは。こんにちは。さあ、97年の年次物です。はい、年次どん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 近づいてきましたが、よし、テンポアップでいくぞ、この年次は。そうですね、いつも30分超えるからな、話したくなっちゃうんですね。で、こういうことが余計なことか。あ、そっか、どんどんいきましょう、はい、まず、この年、セ・リーグの優勝は強いです。ヤクルトスワローズでした、はい、90年代は強いな、はいはい、ベイスターズ2位のベイスターズで11ゲーム差、うん、でもベイスターズが上がってきてるな、2位になってるんですよ、はい、で3位が広島東洋カープ、4位が読売ジャイアンツ、5位阪神タイガース、そして6位が中日ドラゴンズです、うん、でパ・リーグなんですけれども優勝は西武ライオンズです、はい、で2位のオリックスに5ゲーム差をつけてです。で3位は近鉄バッファローズ、4位日本ハムファイターズと福岡ダイエーホークスが並んでいます、はい、で最下位は千葉ロッテマリーンズという順番になっています、うん、はい、でもちろん日本シリーズはヤクルトと西武ライオンズで戦って、ヤクルトが4勝1敗2年ぶり4回目の優勝を果たす。この時期のヤクルトがね、やっぱ強いよね。強かったですね、はい、強い強い。で、今度は個人のタイトル見ていきますけれども、はい、今ご覧のようにタイトル取った選手が出ていますが、はい、どうですか豊さん、こう見て。まあヤクルトっていうのが、あの最優秀選手古田、はい、本塁打王が宝治、はい、この2人だけなんだよね。それで優勝してるんだよね。ただ、うん、このタイトルホルダーの中に、はい、やっぱり横浜の選手が結構いるわけよ、はい、だからこれはやっぱり力つけてきてるなっていう、個人的にもね、はい、まあ、そういうことが伺われるし、うん、パリーグだと、はい、やっぱ国防弘樹、はい、ダイエーホークス、うん、これが打点を取ってるんだよね。そうです。これ野手の中の軸が出来上がってきてるなっていう、うんうん、あ、そろそろ強くなってくるんだろうなっていう、うん、なんか予想が立てられるような、はい、あのタイトルホルダーだよね。そうですね、名前見ると、うん、はいはい、で、今度はあれですね、ベストナイン。ベストナインですね、はいはい、ベストナインはどうですか。まあ、ベストナインは、まあ、確かに横浜も多くなってきてる、はい、っていうところがすごく目立つよね。そうですね、入ってきてますもんね。だからタイトルイコールそういうベストナインに輝くから、うん、まあ、その中にまあ遊撃手の石井拓郎とかさ、はい、入ってきてるし、うん、だから徐々に選手が揃ってきて力を発揮し始めたという、うん、そう、強くなっている、もうまさに最中っていうことですね。そうだね、まあ、ヤクルトね、ヤクルトは本当にやっぱりいいキャッチャーがいるところは強いっていうふうに言われ始めた頃だよ、うん、だから、まあ、例えばセ・リーグだったら古田、うん、パ・リーグだったら伊藤勤、はい、まあ、この2枚看板だよね。そうです。セ・パとセ・パでキャッチャーを語るとすればもうこの、まあね、2つの王道といいますか。そうだよね、はい、だからこう日本シリーズでもキャッチャー対決っていうふうに、ん、言われた時代だよね。そうですね、はい、じゃあ、各チームのオーダーを見ていくんですけれども、まず最下位の中日からなんですけれども、はい、ざっとオーダー見てどうですか。ざっと見て悪くはないんだけどさ、はい、やっぱこう、うん、1、2番かなっていう感じはするよね。1、2番、そうだね、1番増田が2割6分9厘、はい、2番鳥越2割飛んで8厘とかさ、はい、やっぱ出塁率が伴ってきてないよね、1、2番の。で1、2番がまたその2年目だったりとかするので、うん、4年目とか、そうだね、まあ、それ以降は立浪だとかパウエルだとか首位打者を取ってるね、はい、あのゴメスだとか、はい、山崎大砲とか、うん、まあ、大型選手が続くんだけどさ、はい、やっぱ1、2番で苦労してるのと、うん、やっぱ投手陣だよね。そうですよね、はい、で、あの特徴、オーダーの特徴なんですけれども、やっぱり広い名古屋ドームでその新外国人のゴメスがよく打ったと、はい、ただ他の選手はドーム効果でホームランの数が激減、うん、で山本昌がエースとして復帰、抑えもソン・ドンヨルが活躍した、そんな年でした。まあ名古屋ドームね、うん、やっぱ打者にとってはホームランが入らない、うん、ヒットエリアが増えてもつながらないというね、まあ、そんな苦労した年だよね。そうですね、はいはい、続いて、阪神見ていきますけれども、オーダーどうでしょうか。ベストオーダーちょっとやっぱ小粒だよね。おー、うん、そうですか。和田くじ、はい、やっぱ長打力がちょっと少ないかな、うん、まあ、新庄、檜山、平塚という日本人のクリーンアップを組んでるんだよね、うんうん、はい、だから外国人が思うように働いてくれなかったっていう年かもわからないね。でこれオーダーの特徴なんですけれども、まあ、新庄、檜山の3、4番はそこそこの長打力はあったが2割5分以下の低打率で確実性がちょっとなかったと、ね、で先発投手陣は薮のみが先発ローテーションを1年通して守るのがやっとで、抑えも田村、伊藤、葛西の3人で回した。投打とも苦しいんだよね。うん、
っぱりそのそれが順位に表れてるということですね。続いて、読売ジャイアンツです、はい、オーダーどうでしょうか。いやメンバー見るといいよメンバー見るといいよメンバー見るといいけどまあ西がこんなになんか打率が低かったんだなって思うよね。2割4分2厘、はい、だからまあ清原がやっぱ不調だしさ、そうです、ね、うん、だからバランスが悪くなってきてるのかなジャイアンツはね、チームの。あーで、小田の特徴は移籍の清原が落合に代わり4番に座った、うん、で、松井とともにクリーンナップの破壊力は増したが確実性は落ちた、うん、で投手陣では桑田が復帰し新しい3本柱を形成した。なるほど、というガルベス、牧原、桑田というで、続いて広島です。ざっとオーダー広島、はい、広島もいいよ。いいですよね、もういいすごいな、このいいけど、はい、なんか打てる人が率を下げてるっていう、まあ例えば翔太でもさ、はい、首位打者取ったことあるやつが例えば2割4分1厘だとかさ、はい、低いしさ、打率がね、はい、うん、ただやっぱこうまあ、前田も故障したんだろうね、ここは、うんうん、で太田の特徴、まあ、1番から6番までどこからでもホームランが打てる打線だった、はいはいはい、で投手陣では新人の澤崎が12勝、中継ぎの横山が10勝、ベテラン大野は防御率は良かったものの9勝止まりだった。まあそうだね、うん、まあミスも多かった時代だからね広島が、うん、やっぱ守りのミスが、はい、うん、さあ続いて横浜ですよ、はい、まあメンバー的にはきちっと揃ったよねですね、うん、見てるとまあまあ言えば翌年優勝するわけだけど、はい、1998年でね、はい、もうその時のメンバーと一緒だよね。ほぼでやっぱりマシンガン打線というかさ、はい、言われたようにみんなは意外にこう打率がこう高いんだよね。あ、高いですね、ね、本当だ、うん、だからそういう意味では打線がつながり出す、はい、足も使える、はい、まあ、ローズが勝負強い、うん、まあ、申し分なくなってきたよね。そうですね、うん、あとは経験を積んでいくだけ、うん、はい、で、オーダーの特徴はやっぱりマシンガン打線と呼ばれた。1番から3番俊足、クリーンアップが3割打者、中距離ヒッターが並ぶ下位打線という布陣だった、うん、で、ピッチャー陣野村とかの川村、三浦の先発4人が10勝、大魔神佐々木が抑えで無敵だった。いや無敵だよいや、やっぱりね先発陣も、うん、そんなに大きくバーンって20勝するようなピッチャーがいなくても、はい、やっぱり15勝を目指せるピッチャーがバラバラっていたからね。お、だから10勝はしてくれるんじゃないかなっていうような、はい、そういう計算も立ち出したよ投手陣はね。いや翌年ね優勝につながるだけあるね。そうだね、ですね、はい、さあ優勝のヤクルト、はい、オーダー見ていきますけれども、1番飯田、2番辻、はい、3番宝治、4番古田、5番稲葉、6番小早川、7番池山、8番宮本。だから宝治が意外だったよね。おわ、ホームランを取るなんて思ってもなかった。1年目って今年、いや ただ明るいねプリクラのヘルメットにいっぱい貼ってさ、はい、だ人気もあったけど、はい、まあ、すごく意外性のある外国人だったし、はい、まあ、その中で小早川、うんうん、小早川がやっぱり野村監督に野球を教わり、はいはい、もう一度再生したというかさ、あ、ここでってことなんですね。だからすごく戦力になったよね。そうですね、あ、まあ、辻も大きいけどね。はい、うん、辻さんも西武から、あと西武行ってヤクルト行って最後中日、そうだね、うん、まあ、まあ、まあそこら辺はいい、そうですねあれどうだろうって。あとピッチャーなんですけれども、ピッチャー陣もやっぱいいですね。田畑、吉、石井、和久、ブロス、川崎、で抑え、あ、中継ぎにこの年高津さんなんですか。あ、なんか、はい、で抑えが伊藤智人さん。そうそう、もうねボールに力あるよ、石井和久とかさ、まあ、この時そうですよ ね、うん、まあ、高津は変則、うん、で伊藤智人が抑えにいるわけだからね。オーダーは新外国人の法人がやっぱり3番に定着ということで、はい、ピッチャー陣は田畑15勝と勝ち続け、吉、石井と3本柱と押された。そう、はい、さあでこの年です。一体どんなことがあったのかを、はい、振り返っていきますけれども、はい、まずは何月からですかね。まずは生放送じゃないか。何お前慌ててんだよ。ちょっと待って、生放送、ちょっと待ってって言えいいじゃないか。何お前生っぽくやってんの。生放送かと思っちゃった。あれ私どっかやっちゃったのかな。うん、あ、ありがとうございます。
メリーフォックス、トミーラソーダ、老眼、違います、ミリーウィルス、老眼だったらこうですよ。この年どんなことがあったのか振り返っていきます、はい、3月1日、はい、近鉄の新本拠地大阪ドームが完成します。ああ、この時だったんですね。いや大阪ドーム、いろんなドーム見たけどさ、はい、ああ大阪もできたんだみたいな、うん、で行って天井見たらこれ当たんじゃないのって、うん、あそこはなんかコンサートメインで作ったんだよね。あ、そうなんですね。だから野球、まあ野球もできるけど、はい、なんかスタンドもすごく野球に見る、うん、野球を見るこう環境にはちょっとなって慣れるまで時間かかったね。あ、そういう解説席一番上にあるんだけど、はい、こう見てたらなんか野球盤を本当に見てるみたいな。あのゲームの、ああ、だ急すぎてちょっと 見づらいという。あ、そうなんですね、うん、あ、そういったドームが完成した。そうそう、はい、そういったドームってなんか文句言ってるみたいな。私いやでもコンサートには適してるみたいな。コンサートには適してる。いや音響がいい。野球はどうでしょうか。野球は天井に当たるけど。あ、そうですね、はい、3月15日です。中日の新本拠地の名古屋ドームが開業です。でかかったな。大きかったですか。これはでかいわと思ったよ。これ入るのかって、うんうん、ホームランが、はい、そのぐらい思った。これでも立て続けにこの年はもうドームだったんですね。そうだな。じゃあファールグラウンドも広いしさ、はい、えらい贅沢だったよね、作りが。あ、そうだったんですか。でも雨漏りしたんだよね。なんかディスってます、さっきから。いやいや、まあまあそういう風味が、雨漏りがした。本当ですか、うん、今はもう治ってますね。いや、治ってるの。おー、今いろいろなんかあったんでしょうね。雨漏り治らないんだけどね、普通。なんか普通の家は雨漏り治んないんだよ。あ、全部一回分からないんだよ。あ、どこかなって、うん、でもドームは分かった。分かった。さすがですね、やっぱりね。何がさすがなのか分かんないですけど、自分で言っといて。4月4日、はい、ヤクルトスワローズの小早川武彦が開幕試合の東京ドームでの対巨人戦で斉藤正樹から3打席連続ホームランを放つ。まあ、こっからやっぱ小早川が変わって、生まれ変わっていくんだよ。それも野村さんが、はい、この時はここに来るからってちゃんと教えたんだ、はい、それを小早川が待って打ったって、うん、いいか小早川、次はカーブだと絶対カーブが来るから、でカーブ狙ったらカーン打ったんだ。すごい。いや、打てる方もすごいけどさ、言う方もね、すごいよね、はい、そうやって野村さんっていうのは暗示にかけていったんだ。で再生工場と言われるね。そしたら見事にそれが当てはまった。そうそう、はまったんだ。あ、すごいですね。だから小早川が後に言うのは、はい、野球は頭でやるもんだっていう。じゃあ移籍して、ヤクルトに移籍して本当に良かったんですね。で広島は頭使ってないのかっていうことになるじゃん。そんなことない。いやいや、そんなことは言ってないけど、裏を取れば、はい、そういうことなのかって。そうですね、本能かって、頭脳かっていう。知らねえぞかなと。私は何も言ってないんですけど、でもまあ結果的に、まあそういう風にね、良かったですよね。4月15日です。メジャーの黒人第1号プレーヤージャッキー・ロビンソンのデビュー50周年を記念して各球場でイベントが行われます。その中でバドセリグコミッショナーがロビンソンが現役時代につけていた背番号42を全球団の共通の永久欠番にすると。全球団のですか。すごくない？すごいです。なんかさ、うん、白人警官がさ黒人を、はい、ね、あの首を押さえつけて息ができないっていうのに9分間近く押さえつけてて死んじゃったわけでしょ、はい、でやっぱこう差別っていうのがさ、うん、やっぱ昔もひどくあって、はい、で黒人リーグっていうのがあったんだけどさ、そのジャッキー・ロビンソンっていう人が、うん、なんかこいつは絶対メジャーで使えるって、でもやっぱこう差別を受けて、うん、その中でも一生懸命やって、はい、現代のそういう黒人選手の礎となるものを作り上げたんだよね、はい、で全選手が42番をつけて、はい、まあ球場であるのね、うん、それも映画になってんだよ。そうなんですね、うん、でもその苦しい時期を乗り越えてね、そうやって42番を全員がつけて、それがあの永久欠番になって、だからあの日本に来る選手、外国人選手、42番をつけたがるんだよね。これ泣くとこじゃないんだけどね、なんでだろうね、うん、まあ映画を見てるからさ、あ、この実際の、うんうんうん、ものすごく苦しい中で戦ってたと思う。そうですよね、うん、もっとその時代ってね、差別がさらにすごい時だったでしょうし、まあだからあのちょっと取り上げたけどね、はい、うん、まあいい話だなと思って、はい。
そうですね、なんかそのね心というかマインドを今起きてるアメリカ、ねね、にももう一回何か立ち返るというか、まあ、そういうのもね、うん、そういう意味でも、はい、うん、あ、すごい選手だったんだなって分かりました、はい。4月の27日です。巨人の松井秀喜が東京ドームでの対広島戦、はい、これ9号2点本塁打を放ち、はい、プロ通算100号本塁打を達成。もうあっという間に100まで来たよね。早いですね。早いペースが。高津から第1号を打ってからね、はい、ここに100号を打つまで本当あっ、え、もう100号なのっていう風な。そうですよね、うん、であっという間にメジャーに行っちゃう。そうだな、うん、風のようにさ。本当ですよ、ね、やっぱりすごい選手なんですよね、はい。そして5月28日です。日本ハムの落合博満が東京ドームでの大英戦、1回裏に安打を放ち、パリーグ在籍通算1000本安打を記録、うん、大杉克夫に次いで2人目のセパ両リーグで1000本安打を達成する。そうだね、すごいですね。やっぱ両リーグでそこまで活躍できるっていうのは本当に実力がある人だよね。そうですね、まあ、球団をこう変えてね、うん、だからすごい記録だと思う。そして6月です、6月25日オリックスのイチローが東京ドームでの日本ハム戦の第3打席で、下柳から、はい、三振を喫し、はい、連続無三振の記録が216で止まる。216ってさ、はい、どのぐらいの数字かっていうとさ、はい、すごいんだよね、三振をしないっていうのが。だって追い込まれてパッと見逃して際どいところもあるでしょ。もちろんそれも全部ボールで見逃してるわけだから、すごいですね。いや、すごいんだよ。だからいかに当てる技術があったかっていうことだよね、イチロー選手の、うん、さあ、そして6月27日です。近鉄のボブ・ミラッキが西武球場での、西武戦、まあ、西武球場の西武戦先発し、1回裏に1イニング被安打中、1イニング投球数60のパ・リーグ新記録。もう帰れって言われますね、これ。1回だろ、1回に10安打60球だよ。1回で60球ですね。もうピッチャー交代もできないよね。だって後で出ていくピッチャーって大変なことになるよ。いや、本当ですよ。もう一回名前言って、ボブ・ミラッキ。知らないな覚えてね。覚えてない。ちょっと息切れしましょう。すごいな、この数字。7月、3日ですね、中日の大鵬が名古屋ドームでの横浜戦、試合終了後観客から野手を飛ばされたことに怒り、金網のついた客席に向けてバットをまず投げつけました。怒っちゃったんですね。もうね、うん、やんちゃが多いよ。やんちゃ多いし、でも大鵬って台湾の選手でしょ、はい、もともと出身がね、うん、だからまあそういうことを言われてるんだよ。そうなんです。で、4日なんですけど、もう中日は球団代表が、神宮球場で記者会見し、野手を飛ばした観客に向けてまずバットを投げた大鵬に対し、3日間の出場を停止の処分を課したと、うん、また大鵬への野手がその台湾に帰れと、うん、いう内容だったため、民族の尊厳に関わるような悪質な野次は慎んでほしいというふうにも、まあ、そうだよね、はい、だからまあさっきも黒人の選手、はい、ね、ジャッキー・ロビンソンのこと話したけど、はい、やっぱそういうことはね、うん、もうないようにしないとね。そうですね、まあ、この頃はまだあったんだよね、うんうん。さあ、そして7月の10日です。大阪ドームでの近鉄対西武戦、これ、奈良原捕手からの牽制で、帰塁し、塁審がこうアウトと判定したと、うん、この丹波さんという塁審なんですけども、はいはい、でこれに対し奈良原はこの判定に怒り、丹波の胸をついて抗議、うん、丹波は奈良原を退場処分とすると、はい、これに対して西武の東尾監督が抗議し、はい、試合終了後丹波に詰め寄り胸ぐらをつかみ右足を蹴ったため、丹波は東尾を試合終了後ながら退場。もうめちゃくちゃだね。まあ、でもね、試合終了で退場ってことですか。丹波さん怒ってたんでしょうね、蹴られるし。いや、それは蹴られたら怒るでしょ、誰も。でもさ、もうゲームセットになって、はい、それだけの権限あんのかっていうことだよね。そうですね。でもあるんだね。あるんですね。球場出るまでだろうね。そうですね。で、翌11日です。パ・リーグは審判の判定に抗議し、暴行を働いて退場処分を受けた西武の奈良原と監督の東尾に対し、それぞれ1試合の出場停止、3試合の出場停止と制裁金10万円の処分を下したと発表すると。面白い時代だよね。いろいろあった時代です ね。やんちゃだみんな。8月16日です。横浜の佐々木和弘が東京ドームでの巨人戦10回裏から登板し、28セーブを挙げ、セ・リーグ新記録となる通算193セーブポイントを達成します。まあ、佐々木もあっという間だったよ、ここまで来るのは。セーブの、まあ、チームも強くなってきたからね、はい、うん。
さあ8月24日です。大阪ドームでの近鉄ロッテでの試合、近鉄がプロ野球史上46年ぶり3度目パリーグ史上初めての10点差逆転勝利を達成します。近鉄が延長12回裏11対10でサヨナラ勝ち。負けたのどこ？ロッテです。疲れたろうね。だってこんなの勝ちゲームですよ。なあ、10点差でしょ。はい、10点差だったらね、やっぱね、勝負事ってわからないのは、はい、10点開いたからもう大丈夫だと思ったんだろうね。緩んでしまった、多分緩んだの、緩んだし、一回緩んだ気持ちっていうのはね、はい、やっぱこう戻らないんだよ。難しいですね、うん。さあ、そしてまた大魔神佐々木さんの話題ですよ、はい、8月28日佐々木一博が名古屋ドームでの中日戦の9回裏途中から登板して33セーブ目を挙げ、プロ野球新記録となる15試合連続セーブを達成する。もう失敗しなかったもんね。もう出てきたらもうね、出てきたらもう、うん、もう相手チームがお手上げみたいな感じだった。もうそうですね、もうそのぐらいの威圧感だったね。8月29日です。ヤクルトのドゥエイン・ホージーが名古屋ドームでの中日戦1回裏ワンアウト2塁の場面で、2塁打放つんですが、中日の、ファーストの大砲がホージーが1塁ベースを踏んでないと審判にアピールして認められ、うん、ホージーの2塁打は投手ゴロとなると。まあそうだね、まあ、大体がおっちょこちょいな選手だったもんね。ホージーがいやだから面白い選手、俺も大好きだったんだけどさ、うん、おっちょこちょいな選手だった。面白い選手、面白い選手8月30日です。ロッテの小坂誠が千葉マリンスタジアムでの日本ハム戦で2盗塁を決めて、パリーグ新人シーズン最多盗塁の記録を更新する41盗塁となります。うん、小坂はさ、はい、守備の打球への反応、うんうんうん、これはね、やっぱり今まで見てきた中で、はい、やっぱ一番の選手なんだよね、はい、だから盗塁のスタートもやっぱ早いよ、うん、反応がいい選手だ。やっぱり反応いいと守備もいいし走塁も、走塁もいいねってことなんですね。さあ9月に入ります。9月2日です。ヤクルトの石井一久が横浜スタジアムでの横浜戦に先発しノーヒットノーランを達成します。そう、あのね、横浜を追い上げてたんだよ、はい、で結果的にはズバンとさ引き離されるんだけどさ、はい、その試合がきっかけだったんだよ。あ、ノーヒットノーランがされたのが、そうそうそう、でヤクルトの野村監督に対策はって言ったらいろいろ教えてくれたんだけど、で片や横浜の監督に聞くとさ、はい、いや対策なんかないよって、もう思い切ってぶつかっていくだけだと、うん、まあ、そこら辺の差が出たらね、うん、もう完全にやっぱ勝負事って戦略戦術がいるよ。あ、大事なんですよ ね、 そうですね。おっさらも石井にピュンとひねられて、はい、もう一度の、うん、やっぱ俺も優勝するんじゃないかって横浜応援してたから、はい、やっぱ引退してまだ間もないしね、だからそれをこう監督 の、 この話を聞いた時に両方のちょっとがっかりしたね、うん、片や考えてる中にいて、片や追っ手が何も考えてない、うん、もう力の差以上にそれは 出てくるなっていうのは勉強した、うん。さあ9月の13日です。オリックスの星野伸之がグリーンスタジアム神戸での西武戦に先発し9回3失点で完投勝ちし、プロ通算150勝を達成します。誰？オリックスの星野伸之投手です。はい、あの星野、ね、いやいや最初あれ誰かみたいな、あのあれだけの、ね、俺一番遅いピッチャーで150勝したのは星野だと思う。いやすごいすごい、いやなんか僕でも私でも打てるんじゃないかって思うあの球ですよね。俺もねパリーグ行ったおかげで対戦したけど、まっすぐとフォークの見極めができないんだよ。同じなんかスピードで来てるんだよ。だからまっすぐって思って振りに行くとストンと落ちたりだとかさ、フォークかなと思ったら差し込まれたりです。だからカーブが意外に打ちやすかった俺は。あ、星野のドローンとしたカーブが特徴だって言われてるけど、はい、実際対戦したら、うん、あのカーブがカーブだって分かるから、あ、だからカーブだと思って打てる、打てるんだよね。で、まっすぐだと思って打ちに行くとポンと落とされるから、うん、あれなんで空振りしたんだって思うわけ、うん、まああの遅いボールだから何か持ってるけど、はい、うん、やっぱそういうピッチャーね、いいピッチャーだったよ。すごいですよね。ああ、9月20日です。西武の伊藤勉が西武球場のロッテ戦に出場し、延長12回の守備で868連続守備機会無失策のプロ野球新記録を達成します。キャッチャーだからね、すごい無失策、すごいよな、うんうんうん、やっぱいいキャッチャーだったね伊藤さんも。そうですよね。ああ、
で9月29日です。ヤクルトが神宮球場での阪神戦に16対1で勝利し、2年ぶりのセ・リーグ優勝を果たします。もうやけくそだよね。はい、16対1です。そして10月23日です、ヤクルトと西武の日本シリーズの第5戦が行われ、ヤクルトが西武に3対0で勝利し、西武を4勝1敗で下し、2年ぶり4度目の日本一を達成します。はい、強い、ね。うん、まあそんな中だけど、はい、やっぱこう個人的な記録で言えばさ、松井があっという間、佐々木が失敗しないとかさ、うん、まあ、いろいろあったよね。うん、ただやっぱこういいキャッチャーがいるところが、うん、優勝をこう重ねていくというね、はい、まあ、そういう時代に入っていった、うん、そういう感じがします。はい、はい。